はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのレクサス LFA ニュルブルクリンクパッケージを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのレクサス LFA ニュルブルクリンクパッケージのモデルになってます。ボディカラーの方はオレンジのソリッドだね。光に当ててみるとこんな感じで塗装の質感が綺麗だね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはレクサスのエンブレムがプリントされてて、ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。このグリル周りもすごく細かな作りでかっこいいね。で、ボンネットの方を見ていくと、この部分にはエアフローのダクトもしっかりと作られてます。で、ルーフの方を見ていくとこんな感じになってます。で、助手席側を見ていくとこんな感じだね。やっぱりこの LFA のこのボディラインはすごく綺麗だね。で、気になるやっぱりこのホイールの部分のデザインはすごく細かなデザインでかっこいいです。で、この部分にも小さく F っていう文字がプリントされてるんだね。で、後ろの方を見ていくと、中央の部分にはレクサスのエンブレムがプリントされてあって、その横には LFA っていうのもプリントされてあるね。で、マフラーの部分は3本出しのシルバーで塗装がされてあってかっこいいね。テールランプの部分はレッドのクリアパーツになってます。で、このオレンジとブラックのバランスもすごく綺麗だね。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で、このテールランプの部分がこのサイドの方で回ってきてて、これもかっこいいね。で、リアスポイラーの部分は樹脂パーツのブラックになってます。で、上から見るとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。ダッシュボード周りもすごく細かく作られてるね。で、運転席側の方から見るとこんな感じのデザインになってます。こうやって見ていくとやっぱりレクサスのこの曲線の使い方ってすごく綺麗だね。フロント周りとかリアの部分とか、このドアの部分の彫りの深さとかもしっかりしててかっこよかったです。で、タイヤの方は特にこれはサスペンションはついてないね。でもこのホイールのデザインがすごく細かな作りでかっこいいね。で、サスペンションはついてなかったけど、このフェンダーとタイヤのこの隙間もすごくスポーツカーらしくしっかり詰まってていい感じだね。で、アクションのところは左右ドアの開閉アクションだね。で、裏の方を見ていくとレクサス LFA ニュルブクリンクパッケージ2018年の写真になってます。トミカプレミアムらしく彫りの深さはすごくしっかりしてるね。こういうサイドの部分とかドアのこの部分とかもすごく彫りが深くてかっこいいです。で、フロントのこういうグリル周りの部分もすごく細かなメッシュの感じが作られてて綺麗だね。で、リアの部分のディフューザーの部分とかもしっかり作られてる感じがすごく良かったです。正面のパッケージにはレクサス LFA のイラストはね、ホイールの部分とかも細かい作りでかっこいいね。で、側面の方はこんな感じだね。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのレクサス LFA ニュルブルクリンクパッケージのトミカを紹介しました。こうやって見ていくとやっぱりトミカプレミアムらしく彫りの深さがしっかりしててかっこよかったね。ホイールの部分の細かな作りとかフロント周りとかリアの部分もすごく良かったです。で、このトミカは通常ラインナップのトミカプレミアムだね。で、今月の2月23日にはタカラトミーモールオリジナルで LFA が発売されるね。
ブラックのボディカラーになってるのでまたかっこよくなるのかな。発売されたら比較してみたいと思います。で、タカラトミーモールオリジナルの LFA のブラックのモデルは一旦タカラトミーモールでも品切れになってたね。まだ予約ができてない方は発売日にトミカショップをチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。